精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は質問いただきました。きなこきなこさん、出産前後で女性がうつ状態になる人が多いと思います。いわゆるマタニティブルーや産後うつを防ぐ方法はありますか？あるといえばあるし、ないといえばないと言いましょうかですね。こういうのってある日突然バーンと起きてくるものではないので、徐々に起こってくるものなんですね。うつっていうのはある日を突然急に起こってくるということはメンタル疾患のほとんどにおいてないです。徐々に起こってきて、最低でもひどくなる前の何週間か前には何らかの兆候っていうのは出てるのではないでしょうか。なのでそういううつの兆候、元気がないとかやる気がないとか、あるいは涙がこぼれるとか、そういうのもあるかな、産んでも育てる自信がないのみたいな弱音を吐くとか、そういうのが多分あると思うんですけど、そういうのに本人あるいは家族が早めに気づいてあげるっていうことで、そうなったところにおいて初めにいきなり精神科医に連れていくのもあれなんだけども、産科の先生に検診の時にちょっと相談するとか、ちょっとこんなこと言ってるんですけど大丈夫ですかねみたいな風に言ったら、そこで精神科医にじゃあちょっと見てもらいましょうっていう流れになっていくと思うし、深刻な場合はどう見てもうつじゃんというふうな場合はすぐ精神科に連れてってもいいと思うんですけども、そういう一つの出産の前後っていうのはものすごくうつになる率、日本人は2人に1人の確率でマタニティブルーになると言われていますとか、そういうデータもありますね。軽いものも入れると多分そういうことになってくるんでしょうね。慎重に観察していくってことが重要でしょうね。軽いものだとかなりあるので、そういったものがひどくなってきてないかどうかっていうことですね。なぜ起こるかというのははっきりと分かってないんですけど、一つの原因として基本的にホルモンの変動によって起こってくるという、妊娠の前後においてあるホルモンが高くなってあるホルモンが低くなったりという、そういう変動っていうのが起こってくるのに対して体の方で対応できないというのが一つの原因として推定されていると思うんですけども、まだまだ分かってない部分があるので完全に予防するってことは難しいわけですね。なので家族や本人が注意深く観察していくということですね。あるいは支えるっていうのかな、よく話を聞いてあげたりね、微妙な時期なのでそういうことっていうのが家族の人とかができることなんで、そうすることで安心するってこともあると思うし、家族の人があんまりひどくならないうちに発見してあげる、これは別にマタニティブルーに関したことではございませんけども、他のうつ病もそうでございますけども、本人はなかなか気づかないんですね。そういうメンタル的な不調が起こった場合、自分自身が私うつなんですって言って来た人でうつだったという人はあんまりいないですね。メンタル的な不調が起こった場合、自分自身がそこまでひどくないんじゃないのっていう人が多かったりするので、だいたい本当に超重症なうつの人が私うつじゃありませんとかだいたい言い張るので、家族の人に連れられてくるっていうパターンが多いんですね。だから家族の人がそういうメンタル不調を気づいてあげるってことはとてもとても重要なことなので、よく夫婦や親子や家族のコミュニケーションを大切にしながら、今までこんなんじゃなかったじゃんっていうふうによく観察していれば、その異常っていうのかな、どう見てもこれおかしいよね、こんなこと今までなかったよね、これだけ精神的な不安定なことなかったよねって気づくと思えるので、そこを気づいてあげられるっていうのが大切なので、家族間のコミュニケーションの中でメンタル疾患をぜひ発見してほしいなと思います。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。